皇族だからって成人君主とですね結婚しなきゃいけないなんてことはないわけでですね、うん、眞子様をと結婚しようっていうのはやっぱりよっぽど強い意志だなっていうね。他の国の皇室とか王室とか見てると、まあ、特にイギリス王室ですけど自由じゃないですか。複雑性 PTSD ということもね、週刊誌の隠れ民論としたテレビとか新聞も同じですよ。日本社会全体がこういうことにいじめの構造に慣れちゃってるから。この眞子様のニュースどうご覧になりましたか。はい、私前から言ってるんですけども、皇族だからって成人君主とですね結婚しなきゃいけないなんてことはないわけでですね、皇位継承権もない一般の人になるわけですから、はい、静かに、見守ってあげればいいんじゃないでしょうか。はい、福本さんいかがですか。やっぱりちょっと変わってきましたよね。ちょっとダメなんじゃないかとか許せないっていうのがあったりしながら、いろんな意見が出てきて、例えばいろんな意見で、ちょっと参考になるというか考えが変わるきっかけになったのは、結婚しないともう家を出れないというか自由が全くない、で眞子さま以外にも一般女性の方でもそういう方もいて、もうとにかく家にいたら何の自由もないっていうのがあるので、で眞子さまも本当に何の自由もないでしょうし、あとやっぱり眞子さまをと結婚しようっていうのはやっぱりよっぽど強い意志だなっていうね。そう考えるとちょんまげヘアも強い意志の表れだという、批判されるのは分かってるけどそこまでしてるっていう、そこまで弁護する意見も読んだりすると、だんだんと今の五十嵐さんが言うような考えに僕含め日本国民がなんかなってきたんじゃないかなっていうムードを感じますね。メッシーさんいかがでしょうか。はい、おめでとうございます。上杉さんもでいいんじゃないですか。なんであんな日本に大騒ぎしてるのか未だによく分かってないんですけど、今ね五十嵐さんも臼ヶ秀さんもおっしゃったように、別にね人の好き嫌い誰が誰と結婚しようが別にいいじゃないですか、なんでこれはいけないあれはいけないと言ってるのか意味が分からないっていうのが一つ、それからね、他の国の皇室とか王室とか見てると、特にイギリス王室ですけど自由じゃないですか。でね、もう本当に自由に恋愛に行きたいっていうんだったら、皇籍王室籍を離脱して、海外に行くという手も使ってますし、もっとね自由であるべきだし、よく皇室は開かれた皇室だとかマスコミなんですよね、言いながらこうやって、ちょっとね今までの自分たちのカテゴリーに入らない人になると叩くというね、日本的な報道ですよね。僕は報道に関心があるんで報道からの観点から見るんですけど、ダブルスタンダードの典型ですね、これが例えば結婚する、眞子さまと結婚する名前忘れちゃった小室さんが評判のいい人物だったら、いやすごい自由でファッショナブルな髪型で時代の最先端でっていうなるんですよ、ところが叩いてるからもうみんなで叩きまくると髪型もけしからんとなんですけど、じゃあ三笠宮の裕仁殿下はどうだったんだかと、ヒゲの殿下と言われてそうですね。で当時はねヒゲをなんか生やしてるのはとんでもないと、だって叩いてで途中でいい人になると自由で素晴らしいじゃないかと、でもヒゲなんて言ったらね、じゃあ昭和天皇を含めて大正天皇明治天皇みんなヒゲ生やしてますよ、こういうような形でその時代とともに、ご都合主義でメディアが報じてるんではっきり言ってどうでもいいという、逆にお二方には、おめでとうございますと、それ以外のことは何もないですね。でもね、なんかまだまだ週刊誌がほっとかないような気がして、今日宮内庁の発表では結婚と同時に眞子さまは複雑性 PTSD ということも、発表されていましたけれども、それはありますよね。ね、そうですよね。あんだけのね、もうすごい長期にわたってですもんね、一方的なね批判報道で、でそれがねなんかあたかも犯罪者のような扱いじゃないですか。単純にね恋愛して自分の好きな人と結婚すること自体がなんでこんなに叩かれるのかな、いいじゃないですか。2人にあの2人が何の迷惑をかけたんでしょうね。それはね週刊誌って言ってるんですけど、週刊誌の隠れ民論としたテレビとか新聞も同じですよ。で宮内庁も
もうあの日本社会全体がこういうことにいじめの構造に慣れちゃってるから、うん、何とも思ってないんですよね。あのやられたね当事者たちからしたら相当大変だと思いますよ、うん、そうですよ ね PTSD でねまだ止まってるけど皇族と皇室と結婚する人になっちゃいますよ ね, ね, そね、うん、あ、岩井さん、うん、いやこれから先皇族皇室と結婚する人いなくなっちゃいますよね、うん、こんなことやってたら、うん、そうですね、ええ、うん、あ本当に皇位継承問題に大いに響いちゃうんじゃないですか、うんうん、まあ本当にあの小室圭さんが学生時代に国際基督教大学の時にまあはしゃいでる写真みたいなのもネットでねたくさん、まあこう女の子こう肩に抱いてこうねちょっと上半身裸でハッピーみたいなの着てるとかいろいろでも考えたら僕もそういうのありますもんね。ね、まあいろんな差はあるでしょうけど、まあ多分一番はしゃいでそうなのは集めるとでどうやってでもこうチャラい人というふうになんかこう落とし込みたいっていう、なんかそういうで警備があのお金は何で使われてんだっていう、まあ今みんなねコロナでしんどい思いしてるとどこかにこうはけ口をこう求めるところがなんだかこう小室圭さんに集中するっていうのは本当に上杉さんが言われたそのいじめの構造ですよね。だってはしゃいでるって言ったんだったらあれですよね、今の政権の幹部だって若い頃 たくさんはしゃいでもっとひどいことやってるじゃないですか。うん、今のテレビ局の幹部なんてもっとひどいですよ。うん、今の芸能界の幹部なんてもっとひどいとか違法行為までしてるじゃないですか。うん、ねえ、なんか嵐の2人、嵐って言っちゃいけないのか。だってもう素晴らしい結婚だみたいな言ってるけど、うん、いやいや、あんたたちそのままでこれまでどんだけはしゃいでたんだと。オペレードが潰れると言ういけないんでこれ以上言いませんけど忖度しますから、忖度しますから。今日のオペレードでした。あ、する。